モンティ・アレキサンダーは、ジャマイカ出身のジャズピアニスト。1944年、ジャマイカ・キングストン生まれ。1961年に、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミに家族と移住。1962年に、ニューヨークに移り、ジャズクラブ、ジリーズで演奏を開始。1964年に20歳で、カリフォルニア州にて、デビューアルバム、アレキサンダー・ザ・グレートを録音。 1969年にはミルト・ジャクソンと1974年にアーネスト・ラングリン、ヨーロッパでは同年にエド・シグペンと録音。その後のトリオではよくオスカー・ピーターソン、ハーブ・エリース、レイ・ブラウン、マッツ・ウィンディング、エド・シグペン、ニールス・ヘニング・エルステッド・ペデルセンと演奏している。1970年代中期にはベースのジョン・クレイトン、 ドラムのジェフ・ハミルトンとグループを組み、ヨーロッパのジャズ界で活躍。1976年のモントルージャズフェスティバルでの、録音、モントルーアレキサンダーライブは、最も著名な演奏となっている。1990年代には、メンバー全員が、ジャマイカのミュージシャンというレゲエバンドを結成。いくつかのレゲエアルバムを発表している。ディジー・ガレスピー・ミルト・ジャクソン・アーネスト・ラングリン。 ありがとうございます。